天才エンジンチューナーポップ吉村。やっぱり手巻きのマフラーもそうですよね。ハンドメイドマフラー。オートバイとか四輪のレース関係のそういう神様的存在の方でしたから。Man with a good hand。 その男の手にかかればエンジンは天魔のパワーを獲得すると言われた。圧倒的な資本力と人材を誇る巨大メーカーに完全と挑み打ち負かした町の小さなバイク屋の親父吉村。彼は一体どのようにしてそれを可能にしていったのか。ここまでは楽しい食生活と健康をお届けする雪印乳業と雪印食品の提供でお送りしました。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界のホンダに勝った町工場の親父吉村秀夫は14歳の時海軍航空学校に入隊。夢は飛行機乗りになることだった。しかし入隊して1年、空への憧れを実現した吉村を不運が襲った。練習機の訓練中エンジントラブルが発生。脱出を図ったがパラシュートがギリギリまで開かず胸を強打したのだ。しかも検査の結果結核が判明。海軍からの除隊を余儀なくされたのである。幼い頃からの夢飛行機乗りへの道は断たれた。吉村秀夫15歳初めての挫折だった。しかし空への憧れは捨てきれなかった。吉村は再び猛勉強を始めた。空を飛びたい。その1年で司法試験並みに超難関と言われた航空機機関士免許の取得に取り組んだのだ。独学すること2年余り、吉村はついに航空機機関士免許を取得した。若干19歳。それは史上最年少の快挙だった。すごい。ほどなく勃発した太平洋戦争ではシンガポールに赴任。エンジンの知識を蓄え英語をマスターした。末期には特攻隊員の先導という辛い任務に就いた。とにかくもう自分の精神状態が狂い出そうみたいになりますね。俺らだけ生きて帰っていいんかっていう。戦後ふるさとの福岡に帰った吉村は飛行機で培ったエンジンの知識を生かし兄の経営する鉄工所の片隅で小さなバイク屋を開業した。近くには米軍が駐屯する板付基地があった。若い米兵たちの楽しみはバイク。そんなある日こんなことが。ああ、finally a repair shop。 はい、バイク壊りました、お願いします。 Are you Airbus pilot? Ah, you speak English? Hey, what do you think you're doing? If you are not pilot, you shouldn't have any accident just cruising on the landAre you stupid? You will be dead if you are flying. 米兵に物おじもせずストレートに言いたい放題の吉村。しかし英語はしゃべるし腕はいい。いつしか店には毎日のように若い米兵が集まるようになっていた。彼らにとって父親のような存在になったのだ。やがて彼らはそんな吉村を親しみを込めてポップ親父と呼ぶようになった。Hey, Pop, why don't you come on base and let's do some drag racing? Drag race? What drag race? 米兵に誘われて参加したドラッグレース。これこそ吉村の人生を決めた運命の出会いだった。まるで矢が放たれていくような加速感。それは飛行機の離陸時に感じる感覚そのものだった。吉村のバイクは圧倒的に速かった。しかしそれに満足する男ではなかった。課長とにどうすればもっと速く走れるのかを考えるようになっていった。バイクを軽くすれば速くなると考えた。マシンの軽量化、それはギリギリの燃料を積んで敵艦に突撃していくゼロ戦に課せられた条件であった。しかしそれだけで満足する吉村ではなかった。エンジンの心臓部にまで手を加えるようになった。バイクをもっと速く走らせるにはこいつをいじることだ。カムをどうするんですか？このカムシャフトの形状を変えてエンジンに今よりももっと燃料を多く送り込んでやればもっと馬力が上がるぞ。今でもカムシャフトの改造はレースで最も重要な位置を占める。吉村はそのことに40年以上も前にしかも独学で気づいていたのだ。吉村の改造したバイクは無敵だった。ドラッグレースばかりかロードレースでもその速さは群を抜いていた。エンジンチューナー吉村秀夫の名は九州一円に轟いた。しかし
全国レベルではどの程度のものなのか、吉村にそれを試すチャンスが訪れた。昭和37年、鈴鹿に日本初の国際サーキットが完成。18時間耐久レースが行われることになったのだ。優勝候補の筆頭はホンダワークスチーム。果たして九州の小さな町工場で生まれたマシンが巨大メーカーホンダにかなうのか。ところが吉村が改造した CB77 は最後までホンダと熾烈なトップ争いを続けた。そして18時間後、レースを制したのは吉村だった。昭和40年、自信をつけた吉村は九州の工場と自宅を全て引き払い東京に進出した。九州の吉村は日本の吉村になった。そんなある日、ホンダの方が2人いらっしゃいまして、市販車のチューニングを、ホンダの市販車のチューニングをやっていただけないかって頼みに来られました。圧倒的な資本力と技術を誇るホンダが1階の町工場のマシンに敗れた。同じエンジンなのになぜ速いのか。吉村の手によって改造されたバイクはホンダの技術研究所に持ち込まれ徹底的に分析された。それはホンダの総帥、本田宗一郎が舌を巻くものだった。どうだ、吉村のエンジンは借りられたか。はい、今テストしてるのがそれなんですが。あれか、このエンジンはうちで改造したエンジンの上を行くパワーを出してます。信じられません。うちの技術陣が負けるとはな。一体何が違うんだ。エンジンにもいろいろと工夫があるんですが、吉村が自分で作ったマフラーをつけるとなぜか馬力が出るんです。マフラー。ホンダを震撼させた吉村の改造とは。4本のマフラーを1つにすればもっと速くなる。なぜマフラーによって生み出されるパワーが違ってくるのか。マフラーとはエンジン音を小さくし排気ガスを外に出す役割を持つ。それがパワーに大きく関係する。そもそもバイクのマフラーは1気筒に1本が常識だった。それを吉村は4本の排気管を1本にまとめた瞬応管にしたのだ。まず3本のマフラーを不要にしたことによって大幅な軽量化を図ることができた。ところが効力はそれだけではなかった。排気管から排出されるガスを一つにまとめることによってお互いにガスが引き合うようになり、排気効率が格段に向上したのだ。これによってエンジンがより高速で回り馬力がアップしたのである。巨大メーカーホンダが度肝を抜いた瞬応管、それがロードレースの主流になる日は遠くなかった。しかし4本の排気管を1本にするためには手曲げという極めて特殊な技術を必要とする。当時この美しいカーブラインを作るのは機械では無理、人間の手に頼るしかなかった。吉村の手曲げ技術は今も受け継がれ生き続けている。まっすぐに伸びた1本のパイプをどう曲げるのか。まずパイプが潰れないよう特殊な砂をびっしりと詰めておく。そして曲げる部分を焼く。一旦柔らかくしてカーブをつけるのだ。その曲げ具合は経験と勘に頼るしか方法はない。微妙な起伏を持たせながら描く独特のカーブ、これがもう一つバイクファンを魅了するものを生み出した。それこそ吉村サウンドと呼ばれる排気音だった。親父はそれを最初に言いましたよ。第一発目、これは音がいいとだから昔ね、その音に関してはやっぱりこう飛行機いろいろ乗ってたわけでしょ。それでやっぱりこう音で見分けるらしいんですよね。その頃昔のそういうふうな、ね、輸送機だ戦闘機だなんていうのはろくな景気もないですからね。やっぱりそのエンジンの調子だとかなんだかんだっていうのは音でやっぱり判断するらしいんですよ。吉村は次々にエンジンに改良を加え、さらに速いマシンを送り出していった。二輪では向かうところ敵なし、寄せを勝って四輪にも進出。そこでもまた勝利を重ねた。しかしあまりに速すぎた。やがて吉村とホンダの間に亀裂が生じ、ホンダ側が部品の取引を停止した。それを受けて立った吉村だが、仕事が減り、生活に窮し、家族に責められた。そう言うなよ、風に困らないようにだけはやっててるじゃないか。窮地に立たされた吉村は一大決心をした。日本を引き払い、一族郎党を引き連れアメリカに渡ることにしたのだ。そこでアメリカ側の出資者と契約を結び、吉村レーシングを設立したのである。 I'm going to work hardTo make my motorbikes win in America. 吉村は新天地アメリカでナンバーワンになることを誓った。アメリカでも吉村の改造マシンは強かった。次々とレースを席巻していったのである。さらにそのサウンドがアメリカ人の心を捉えた。
吉村の集合マフラーが爆発的に売れたのだ。カタカナの吉村の名は全米中に鳴り響いた。その評判は日本にも轟い、そしてそんな中、思いがけず宿敵本田宗一郎の長男が現れた。いやー、広田氏くんじゃないか。一体こんなところまで何しに来たの？吉村さん、実は僕もレースの世界で生きていくことにしたんです。どうしてもあなたから改造のノウハウ学びたいんです。吉村は心よくアドバイスを与えた。本田博俊は現在 F1 レースのエンジンチューンを行う無限の社長である。まあ、日本のそのこういう業界、つまりまあチューニングとかね、まあレース関係のオートバイとか四輪のレース関係のそういう神様的存在の方でしたから、もうライバルという意識は全くなくてですね、逆にいろいろ教えてもらいたいという感覚ですよね。すでに吉村の技術は神の手によって生み出されると言われていた。まさに順風満帆、アメリカでも大成功すると思われた。ところが意外な落とし穴があった。共同出資者の裏切りである。彼らは花から吉村レーシングの乗っ取りを狙っていたのだ。結局工場も金も、そしてアメリカで絶大な信頼を集める吉村というカタカナのロゴも奪われ、吉村は敗れ去った。帰国するしか道はなかった。しかしこんなことで諦める男ではなかった。自分が気づきながらも乗っ取られてしまった吉村を打ち負かすため、裸一貫からやり直したんだ。鬼の執念、死に物狂いで働いた。もう一度向こう行って自分の吉村のカタカナの吉村の名前を自分の手で潰しに行くんだって言って、それでもうお前、それも毎日喧嘩してましたね。もう俺の気持ちが分からない、分からんお前たちはって言って、灰皿とかテーブルをひっくり返してバーンと割って出ていくんですよ。1年後、吉村は乗っ取られた会社を叩き潰すため、サイトベイして会社を設立。より高性能な部品を市場に送り出すことにより、もう一つの吉村を倒産させたのである。ところが、またしても吉村を不運が襲う。ガソリンの引火で工場が燃え、吉村自身も大火傷を負ったのだ。しかし、不死鳥のように蘇った吉村は、伝統のレースデイトナで前人未到の4連覇を飾り、名実ともに全米一となったのである。戦後、鉄工所の片隅の小さな町工場から始まった吉村は、現在カリフォルニア州に広大な敷地を持つ工場となった。神の手は幾度もの窮地を自らの手で乗り越え、レース界に数々の伝説を残した。そしてアメリカ人の誰もが読める唯一のカタカナ、それが吉村だというほどその名は浸透した。もはやアメリカに敵はいなかった。残すは世界一、ヨーロッパで連戦連勝を飾る打倒ホンダであった。1978年鈴鹿サーキットにおいて第1回8時間耐久レースが行われた。観客の誰もが当時世界のグランプリレースを席巻していたホンダの勝利を疑わなかった。美しく輝くホンダのマシーン、かたやようやく整備が終わったばかりの油まみれの吉村のマシーン。しかしホンダへの執念が奇跡を起こした。ボロボロになりながらも吉村の手によって命を吹き込まれたマシンは周回を重ねていった。炎天下8時間もの間マシンと共に立ち続けた吉村、勝利の女神はそんな吉村に微笑んだ。ついに宿敵ホンダを倒し世界の頂点に立った。鈴鹿の8時間耐久レースは今年20周年を迎える。その歴史の中で巨大ワークスに小さなプライベーターが打ち勝つ夢を与え続けてきたのが吉村だった。もうどれだけその苦しかろうが辛かろうが、そのもうそこまでやると決めたらもうやると、全て自分の手でハンドグラインダーとかそういうふうな作業でチューニングすることをが父を大きくしたと思うんですよ。時に早すぎるあまり力尽きてしまうこともあった。しかし壊れる恐れがあってもなお飛び切りの速さを求めるのが吉村のチューニング哲学だった。平成7年早春、吉村の手からマシンが生まれることはなくなった。しかしその精神は今も受け継がれ世界を駆け抜けている。